最近ミュージック、ああ最近 TV を2や。はい、皆さんこんにちは、最近 TV の1,2,3 最近です。今日はマシュマロを使ったココアムースを作ってみたいと思います。はい、今日の材料はこちら、マシュマロ、ミルク、牛乳です。ココアは、今日は砂糖の入っていないものを使用しています。そしてカップです。さあ、作り方は簡単です。材料を全部鍋に入れるだけ。 In the milk In the marshmallow、50g ぐらいです。はい、ココア大さじ2。そして毎回恒例の F5。 OK。 そして火は中火です。中火ね。そして混ぜましょう。すでに美味しそうですね。だいぶ溶けてきましたね。うわ、なんかすごい量が増えちゃいましたね。いやー、いい感じで溶けましたね。トロトロ。そして粗熱を取ります。はい、粗熱が取れたのでカップに移しましょう。はい、こんな感じです。はい、じゃああとは冷蔵庫で冷やしましょう。そういえばムースを食べるのを忘れてた。あれこの中にムースがあるぞ。あらららら、よし、ということでムースを食べましょう。いやー、こんな感じですよ。ムースってるでしょ。では早速いただきやす。あー、いい香りですね。ココアのいい香り。おお、弾力があるね。はっきり言いましょう、やばいうまさだ。これはこれやばいぞ。やべえ、これめちゃめちゃうまいっすよ。これ超うまい。マシュマロの甘さとココアのほろ苦さがもう絶妙な辛みです。ほんと素晴らしい。これほんとね、簡単だけどほんとおいしいですよ。これはちょうど塊具合もなんかすごくちょうどいいんですよ。特に何も使ってないのでマシュマロのおかげでうまいことは固まるっていうね、素晴らしい出来上がりでした。まあ今日はね、ココアで味付けをしたんですけど、別に抹茶とか他のやつを試してみてもいいかもしれません。すごい簡単にできます。ぜひ皆さんもやってみてください。それではまた次回の接近 TV でお会いしましょう。 See you next time! YouTuber